はい、というわけで、はい、後半戦になります。はい、前回振り返りますと、国語、数学を解いて中卒チームが40ポイント、中学生チームが48ポイントで7ポイントリードと。いい勝負してますよ。そして次の項目、はい、英語です。英語ですか。英語はちょっとね、どうなんですかね。英語は得意なんですか。俊介君は、もし英語学んでると思います。もしって何ですか。もしは、はい。ちなみに3人の中学時代の英語の偏差値っていくつだったんですか。いや、僕多分ひどいと思います。ひどいよ。僕だって1ついてますよ。で、加藤が1回ね、28出したんで。あれ、そうじゃん。見て28やんって言ったので、はい、ということで、じゃあ1問目は、はい、伝言ゲームをやっていただきます。うわ、見たことあるわ、なんか伝言ゲームね、はい、はい、英文なの文なの。あ、それジャパン、日本の名前で私はジャパンに、私は日本に住んでますとかじゃなくとか、そういう、あ、オッケー、それだったら、まあ、そういうのが欲しいよ、それぐらいは。じゃあ見てください。見ます。ちょっと字汚いの。字汚くないか。それでは隣の方に伝えてください。そうさん、オッケー、伝えてください。分かってるよ、そんなの読んでんだよ。うるさいな。 Because I am very tired。 ちょっと、行くぞ。ペ、ちょっと待って、ちょっと待って、ベルハウ、アイムベルベル、ちょっと待って、ベル、え、ビ、あ、ちげえわ。ちょっと待って、ごめん、ビー、Be ex very train I can week, okay? Be I am very be cause I am very trendy I can't work very yeah, 待て week, okay? はい、じゃあ続いて加藤さんが。Be can wake up work。めっちゃ気持ち悪いの、俺言ってない。は？え、もう終わりですか。終わり？終わり。ちょ、もう一回、もう一回。 Be can't walk up walk。 え？平凡みたいな。そんなこと聞いてくるわけないんだよな。頑張れよ。ボケんなよ。ボケとかいらないから、本当にそういうの一切。はい、ということで答え出そろったんで、オープンしてください。中学生チームが、私は疲れていたので歩けなかった。こっちのチームが、あなたは駅まで歩けますか。中学生チームはまあ正解でいいですかね。正解で、ベリーとかもまあ大丈夫ですかね。はい、じゃあ中学生チーム正解で。今正解したんですか。正解しました。そして中卒チームが、あなたは駅まで歩けますか。まずこの歩けますかの漢字をミスってるんで、え歩けるいらないかな。やばいやつやっちゃったな。しかも、あなたは駅まで歩けますか。ちょっと、マジ一語一句合ってないんだよな。最後どういった意味に回ってきた単語なのか。いや、だからなんかちょっと笑ってんの。唯一聞き取れたのが、ウォークで、キャンってめっちゃ言ってたの。ビキャン、ビキャンって言ってて、だからまあ、なんとか歩けますかみたいなことだった。歩けますか、まあ、でもおかしいよね。正直ね、でも正直ね、これね、この英文のままちゃんと伝ってきても僕分かんなかったですけど、まあ、合ってるんだ、まあ、歩くって感じだけ合ってるんで、まあ1ポイント。もうでも取れた。まあまあまあいいでしょう。はい、はい、続いては、英和訳伝言ゲームです。おお、英
はい、じゃあ僕バッターの方は見て、はい、これを英文に訳してください。はい、どうぞ。あ、逆だったね。英語を日本語に訳してください。あ、もう始まってる。違う、それはもう全く違う、それは全く違う、はい、ペトリから、
わあ、さあ正解した。うわ、まず20ポイントよ。まずいよ。もう3問全部取んなきゃダメだよ。取り返しのつかないところできてます。じゃあ続いての問題、こちらです。いや、もうこんな分かってほしいわけですよ。でも、ああいうもんじゃないの、大体。いいですか、じゃあ、はい、なんか出てるのある。あ、ザンギエフ。なんで。はい、より1個出てくるのもらえたら。中学生チーム、ヘンデル。違います。あったー。誰だ。ガリレオ・ガリレイ。違うわ。それは違う。え、そうなの。ガリレオね。はい、はい、ということで。そっか、ガリレオはなんか物理法則ぶってんじゃねえか。科学で有名ですか。ああ、なるほど。よし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 。ということで、中卒チームはなんとか。よし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 。いや、そっちだ。タッチの差で中学生チーム。ああ、そっちだったね。100度。はい、正解です。第5問。地震の規模を表す尺度。尺度はなんだっけな。あれでいいのかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、二択だな、これ、尺度だもんね。ちょ、マンカ、マンカ、そうなんだよね。ちょ、マンカ、あれでしょ。いっちゃうか、いっちゃえよ。せーの、せーで、マグニチュード。正解。よっしゃ。おー、はい、ということで、現在、リカを終えまして、やばいね。55ポイント対98ポイント、33ポイント差がついてます、はい。まあ、最後、社会になるんですけど、社会が同一で、まあ、5問あって、はい、まあ、50点になるんですが、50点、まあ、計50ポイント分の問題になるんですが、ちょっともう33ポイント差がついちゃってるんで、ちょっと結構厳しいんですよ。はい、そうだ。やれないと思ってるの。いや、どうします。これ、どうですか。あの、一応その、最後、まあ、説明しますけど、はい、あのネプリーグの形式で問題に対して3文字の答えを、はい、それぞれ1文字ずつ答えてもらうっていう。そうそうそう。なので、中学生チームが5問中2問正解した時点でもう追いつけないと思って。わー、なるほど、なるほど。え、これはどうすればいいんですか。これだから、その、まあ、点数サイドを持ち上げるとか。あ、それいい、ね、あ、それいいですよね。お願いします。じゃあ、それにしましょう。それにしましょう。それはでも、やっぱ、ルール的に、あの、これまでやっていたので、中学生チームやりたいと思って。じゃあ、もうちょっと負けそうで、こちら。どうか。点数をちょっと上げてもらえないかなと。どうですか。いいですかね。いいですか。なんか聞いた話だと、どう頑張ってもなんか超えないらしい。そうしましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ各20点しますか。はい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 。はい。はい、じゃあ第1問、はい、こちらです。鎌倉幕府を設立した人物は誰でしょうか。え、こっちからだよ。はい、分かったらもう伏せちゃってください。いや、これ結構真ん中きついか。いや、2人でもすごい見てんだよ、マジで。ダメだ、まずいわ。はい、じゃあ両チームオープン。中学生チームが源頼朝、中学チームが徳川朝。正解は源頼朝です。おい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 。中学生チームに20ポイントありました。俺だってここから4問ミスって、俺あらけどめってことやばいじゃん。はい、剣、司法剣、司法剣だ。司法か、足立剣。あー、ちょっ
勝てないらしいですよ。でもまあ、泣き落としみたいなのすんだよ、中学生。どうしても、見せてあげたいなってのもな。そうだな。どうですか、もうなんか泣いちゃってるんですけど、もう一人、チャンスあげます？はい、ちょっといいっすか、ちょっといいっすか。いや、違うんですよ。これちょっともう、この後の問題はもうほぼもうあちら側も旋回しちゃうじゃないですか。そうとなるともう、正直それも勝ち目ないんですよ、点数上げても。そうもうだからもう先ほどと同じように早押しでいかんかなそしたら、もしかしたら勝てるんだろうかな。なるほどね。はい、これはもう正直もう分かっちゃうと思うんですよね、もう。じゃあ早押しにしましょう。1問50点にしますか。はい、やっと相手に不足がないよ。はい、第3問、はい、平安京が出来た。須藤さん、いや俺じゃない、今お前分かったな。平安京が出来た、平安京だよね。平安京が出来たまで言ってたよ。出来た、答えてください。794年。正解。おお、よし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 、首の皮1枚ね。首の皮、あと1問取れば問題外と、ここもう大人の意地で終わりますよ。勝たしてもらいます。続いて社会第4問、はい、ある国家が武力攻撃を受けた。はい、いや武力攻撃ってきたらもうね、ある国家がでしょ。安保理。あ、わかった。あー、やったった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 、はい、集団的に正解。うわー、もうそうだろ。うわ、ということで中学生チームがさらに50ポイント追加なので、うわ、これはもう勝ち目ないですね、中卒チーム。もう俺が今勝ってた。最後1万ポイントじゃない。社長お世話になったでしょ。お世話になったでしょ。言ってますけど。じゃあ、それはもちろんやっぱこちらは本当に、まあ、もうここまで来たら最後の1問までやりたいですし、もし本当にここで負けたら、もうそれ本当にもう負けたらじゃあ、もうバプレゼント倍とか。本当にじゃあ倍払ってもらいます。負けてんだ。これ取れなかったらね、これ取れなかったら、ね、これで、マリアさん、もしこれ1万ポイントにして、うん、負けた場合は、そう、最初ね、プレゼントを、うん、倍額払って、はい、大丈夫ですか。はい、中学生チームそれでいいですか。すいません。はい、はい、じゃあ第5問、まあ、行くぞ、出張に行くぞ。いきます。第5問、安倍晋三が2016年リオオリンピックの開会式であるキャラクターが中学生チーム、え、マリオ、正解。あー、そうだ。うわ、俺も今、いや、俺今もう生き返ってたんだけど。すごいわね。いや、俺も生き返ってたんだけど、まずもう音鳴っても諦めた。うわあ、そうだ。というわけで、全部の合計得点を出しますと、中学生チームの勝利です。というわけで、先ほどの、まあ、宣言通り、はい、じゃあ、この分を2万円分、お支払いしていただくと。いやー、ちょっとねー、いやー、まあ、しょうがない。いい勝負した、本当に。いや、いい勝負してない。いい勝負してたと。いや、まさかここまで苦しめられると思わなかった。ずっと頭下げてたから、最後。いや、途中まででも良かったと思うよ。まあ、喋ってないよ。マジで喋ってない。今回はまあ
しかも中3生、元中3、まず今ボイスですけど、中3生の優秀なね、うん、3人だったんです。今度は、まあ、中2のちょっと、本心感な中2とかと、いや、ヤンキー連れてきてよ、ヤンキー。はい。ヤンキー3人。まあ、そことかだったらちょうどいいのかな。そうだね。もうエリート小学生とかと。あ、エリート小学生と戦ってみたい。どうでした何人は戦ってみて。すごい、ね、楽しかったですね。相手は強かったですか、なんか。強かった。強かった。止まらないですね。この子にね、こうやってね。気づかず止まらないので。ちなみに、優秀なお三方は、学習塾ファミリアという、僕の子供勤めてた塾で、はい、見事受かったということ。この辺に住んでる方、ぜひ体験授業から素晴らしいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。